はい、どうもタンタンです。今日はアヌエネですね、はい、このヘッドのロゴが非常に特徴的なアヌエネのウクレレ、これのねムーンバードというシリーズ、トップにムーンスプルースを使ってて、サイドバックはインディアンローズウッドですね、はい、こういった形の、これはコンサートサイズなので UC200 というモデルでございます。こんな感じのいろんなとこ部分、こうトップのこの辺りとかこの辺りとか、あとはこの辺とかですね、少しこう変わった他のウクレレにはないデザインを取り入れた一本となっております。やっぱりスプルースとローズを組み合わせてる感じなので、非常に太めの音ですし力強い音ですね。ハイポジションの方まで非常に伸びやかな音、あとはフレットが結構大きめの、太さも高さも少しある大きめのサイズのフレットが打ってあるので、特に高い方の音なんか音すごく出しやすいのかなっていう感じはしますね。でこうカッタウェイというかね、独特のこの一弦側、ここいくつだろう、14、15、16、17フレットあたりでね、ここセットジョイントしてあって、4弦側はこの14フレットのところっていう形になってるので、まあ、カッタウェイと同じような感じになってますね。なのでハイポジションこの辺り15、17とか19とかこの辺りでも非常に抑えやすい、はい、そんな一本でございます。やっぱり音色はでも、ウクレレらしいこう軽やかな軽快な音っていう感じではなくて、もうよりこう低音もすごくしっかりしてるし、音も艶やかで伸びやかな、そんな感じ、従来のウクレレの雰囲気とはまたね違った感じで使えるんじゃないかなと思います、はい、ということでこちらアヌエネですね、はい、アヌエネのコンサートサイズムーンバードシリーズ UC200 という、ムーンスプルーストップにインディアンローズのサイドバックですね、はい、こういった仕様の一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。